いや最近寒波すごいっすね。新潟あたり雪がすごい積もってるらしいですよ。ってことでスノーボードの準備をしていきましょう。ユミクロンチャンネル、皆さんこんにちは。ユミクロンチャンネルへようこそ。ってことでスノーボードの準備をしていくんですが、ホットワックスとスタンサーをやっていきましょう。ホットワックスは持ってないんで買って、スタンサーはできるテンポでやってみましょう。スタンサーとは板につける機械、バインディングっていうんですが、それの角度とかを自分の骨格に合わせた角度を測定してくれる機械ですね。結構設置してるお店が少ないので、インターネットとかで調べて、で店舗に確認してあるところへ行った方がいいかと思います。音に合わせて足を広げたり内に曲げたりして足の可動域を調べる、そんな感じですね。こんな感じに紙を2枚もらえます。なんかめっちゃくちゃ標準的らしいですね。常人的な股関節の動き方らしいです。ってことでボードの方もホットワックスしていきましょう。先ほどスポーツカムイで買ったワックスセットがあるので、それを使っていきます。板はライアンのダメージですね。ツインチップのキャンバーです。去年型落ちで買ったやつなんですが、これ5万円ぐらいしましたね。まず去年の分のホットワックスを落としていきましょう。金ブラシで落としていきましょう。隙間に入り込んでるようなやつを取り除く感じですね。手に黒いなんかカスみたいのがついてきます。そしたらアイロンでベースワックス塗っていきましょうか。ちょっと買ったアイロンが温度調整できないやつだったんですが、まあ大丈夫でしょう。なんとかなるなる。ではベースワックスとして白いワックス塗っていきます。アイロンを温めてから温かい面にワックスをつけて溶かして板に塗っていきます。薄く塗れば塗るほど楽になるので薄くで大丈夫です。そしたらアイロンで滑る方向に対して直線に塗り広げていきます。塗り広げ終わったら染み込ませるためにゆっくりと上から下へ流していきます。ペーパーをやるととても綺麗に仕上がるんですが、ちょっとめんどくさいし、ペーパーの消費でも激しいんで、もう直接やっちゃいました。まあ、こっちでもいいらしいので、こっちでやりましょう。アイロンかけ終わったら、スクレーパーで余分なワックスを取り除きます。これが結構力いるんですよね。厚く塗ってしまうと、結構取り除くのが大変なんですよね。表面についてるやつはいらないワックスなんで、全部剥がしていきます。結構カスが出るんですよ。なんで実は、外でやった方がいいんですよ。中でやる場合は、なんか汚れてもいい場所とか、すぐに掃除ができるようなものを用意しといた方がいいかもしれません。スクレーパーで余分なやつを取ったら、ナイロンブラシで表面を慣らしていきます。取り切れてないワックスを取る感じですね。これを全面にやったら、ワックスは完了です。割と時間かかるんですよね、このホットワックスっていう作業。さて、ゴミをあらかた取り除いて、じゃあ滑る用のワックスをまた塗って、で、ホットワックスの準備は完了ですね。正直ベースワックスとかいらないかもしれないですね。ちょっと滑ってもちょっとよくわかんないですし。まあ人によりますが、万能ワックスだけでもいいかもしれません。よし、完了。これで準備は万端です。そしたらさっきスタンサーで測った角度にバインディングを調整していきましょうか。足幅が57センチで、前6度の後ろマイナス3度でしたね。去年は前9度の後ろがマイナス6度でやってたんで、ちょっと垂直にするような感じですかね。こっちの方が骨格に合ってるらしいですね。ボードの準備もできたら、じゃあスタッドレスに履き替えていきます。じいちゃんに手伝ってもらって、しっかりとつけていきましょう。いや、この寒い中のスタッドレス交換結構めんどくさいっすよね。もっと簡単に済む方法がないんでしょうか。この六角レンチ、なんか回しづらいんで、十字に切ってあるやつが欲しいんですよね。新しく買おうかどうか迷っています。スタッドレスは去年買ったんでまだ使えます。まあ、ある程度安いやつですが、ちゃんと止まるので、まあ必要十分って感じがしますね。アイスナビってやつ使ってます。そしたら対角線上に締めて、スタッドレス交換を終了。OK。ということで来週は雪が積もってるっていう新潟の方行って、スノボを楽しんでいきたいと思います。来週お楽しみにしていてください。ちなみに、スノボ滑るのは今回で4回目なので、温かい目で見ててください。ちょっと下手くそなんでね。ということで、来週、ロッテ新井リゾート編でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録、インスタのフォローよろしくお願いします。それでは。